感性の研究をしています。まあ、感性っていうと例えばこう面白いなとか、まあ、ワクワクするなとかそういう、 こう気持ちを大切にして数量化ですね、定量化したり、あるいはその構造を解析することによっていろいろな新しいそのプロダクトやサービスを作っていってですね、まあ、さらに面白いものを作っていこうと、そういうような学問体系なんですね。なんていうんですかね、飲み物の味がいいか美味しいかどうかっていうことを脳波から推定するような技術も開発しましたし、それから香りですね、アロマオイルがどんなふうに人のストレスを低減するかというのをコロナ禍でちょうどまあコロナの真っ只中のストレスフルな時に、お家でステイホームでですね、お家で使ってもらって、どういう人たちがどういうストレスを持っていて、それをどういうアロマが低減するかというようなこともやりましたので、もう五感すべてについて、こういう感性の技術が貢献できる、社会に貢献できるというようなこともやりましたね。まあ、いつも言ってるのは、まあ、皆さん今やってるような技術とか使ってるデバイスとかってもう3年経ったら全然変わってるから、だから今の技術ができたからどうっていうことではないんですよね。でむしろ社会に出た後、どんどん世界が変わっていきますから、その変わった世界、変わった世界で、また新しいその価値を見出して、でそれに必要な技術を自分で身につけて、でそこで、問題解決をして、で社会に貢献してほしいというふうに思っていますので、やはりその学び続ける、もう学び続けることがもうそのまま人生なので、学び続けてくださいねっていうのを卒業するときに必ず送る言葉にしています。